赤ずきんは、童話の一つで、ペロー童話集やグリム童話にも収録されている。ウォルター・クレインが1930年頃に制作された夫をくべるのイラスト。ここでは、グリム童話における赤ずきんのあらすじを記す、赤ずきんと呼ばれる女の子がいた。彼女は、お使いを頼まれて、森の向こうのおばあさんの家へと向かうが、その途中で一匹の狼に会い、そそのかされて、 道草をする。狼は先回りをして、おばあさんの家へ行き、家にいたおばあさんを食べてしまう。そしておばあさんの姿になり変わり、赤ずきんが来るのを待つ。赤ずきんが、おばあさんの家に到着。おばあさんに化けていた狼に、赤ずきんは食べられてしまう。満腹になった狼が寝入っていたところを通りがかった、漁師が気づき、狼の腹の中から二人を助け出す。 赤ずきんは言いつけを守らなかった自分を食い、反省していい子になる。作品としての赤ずきんで最も古いものは、1697年にフランスで出版されたペロードーア州の中の赤ずきんであるが、それ以前の話として、スウェーデンの民は黒い森の乙女やフランスに伝わるメルヘンなど類話が確認されている。11世紀のリエージュで書かれたラテン語の詩が原型であるという説もある。 さらに、旧大陸各地に多くの類話がある。加害者の動物種が異なるもの、主人公が男の子のもの、狼と七匹の小ヤギの要素を合わせ持つものなどである。どこが起源かはいくつかの説があり、11世紀のベルギーの死に由来するという説や、東アジアの伝承が起源であるという説もある。特に中国の伝承には七匹の小ヤギの要素もある。ため、 それらは本来は一つの物語だったのが、西洋に伝わる過程で二つの物語に分裂したという説もあった。しかし内容を詳細に見ると、中国の伝承には赤ずきんの古いバージョンにはない要素があるため、逆に西洋の新しいバージョンが中国へ伝わって、七匹の小ヤギと融合したと推測されている。ペローが民話から作品にする段階で変更を加えたとされる。 点はいくつかある。主人公に赤い帽子をかぶせた。ただし、11世紀の死で、すでに主人公は、帽子ではないが赤いチューニックを着ている。民話では、赤ずきんが騙されて、おばあさんの血と肉を、ワインと干し肉として食べるものもあるが、そのシーンを削除した。狼が近道を行ったため、先回りされたとされるが、民話では、主人公に、針の道と、 ピンの道などの二つの道を選ばせるシーンがある。主人公が着ている服を一枚一枚脱ぐシーンを削除。民話にはない教訓を加えた。この物語は宮廷を中心とするサロンの女性たちのために書かれたものであったため、下品なシーンや残酷なシーンなどを削除し、変更が加えられたのだと言われている。なお、ペロー童話では赤ずきんが狼に食べられたところでお話は終わり、 漁師は登場しない。ドイツにおいて初めて赤ずきんを作品化したのは、ルート・ビヒ・ティークによる、ギキョクトラゲ・ディエフォム・レーベン・ウント・ドート・デクライネン、ロスコプチェンスであった。ティークはペロー・ド話では登場しなかった漁師を話の中に登場させ、赤ずきんを食べた狼を撃ち殺させた。だが、この話でも赤ずきんは食べられたきり、救出されない。グリム・童話の赤ズキは長い間、 ドイツの、とある農家の非識字者である老婆が語る話を聞き取り、手を加えずに原稿に起こし出版したものであると信じられていた。しかし、実は、話の提供者に、そんな人物は一人もいないということが、ハインツ・レレ家の研究により判明した。赤図金の話の提供者は、ヘッセン選定広告に属する高級官僚、ハッセンプ・フルーク家の娘たちである。母が、 フランス系で、家内ではフランス語を話していた両家の子女である。彼女たちは、もちろん読みかけをも習得していたであろう。従って、彼女たちがペローの童話を読んでいた可能性は十分ある。さらにグリームは、番を重ねるごとに、話の内容に手を加えていった。赤ずきんと、おばあさんが、狼のお腹から生きたまま救出されるという、エピソードを追加したのは彼ら兄弟である。 赤ずきんの物語は世界中で愛され、シャルルギオーやデラメアなど様々な作家が赤ずきんのパロディ作品を世に出している。おばあさんが狼と赤ずきんを食べてしまうというヨアヒムリンゲルナッツのクッテルダッテルドが子供たちに赤ずきんのお話を聞かせるや赤ずきんがおばあさんに化けた狼を見抜き即座に銃で撃ち殺すというジェームズ・サーバーの少女と狼などが有名である。 エンナ志望の赤ずきんタイトルのドイツ語、ロートキプションは、ロット KPP チェンの3節からなる複合語である。ロットは英語のレッドにあたる。KPP はカッペという元の語が、語合成に伴い短縮化、ウムラウト化したものである。チェンは、小さいもの、愛らしいものといった意味の設備字であり、また、日本語で、ちゃんと、愛称するのと同様にも使用される。つまり、 ロートキャプションは意味を取れば赤い帽子のおじびさんとなり、不死に分解したロット KPP チェーンでは赤帽子マイナスちゃんであると言える。英語版のタイトルはリトルレッドライディングフットで、これは乗馬用コートである。赤ずき金の絵本でよく見る前開きのコートは乗馬のため都合が良いようにデザインされたもので、子供にこういうコートを仕立てさせることのできる家柄が想像される。 赤や狼に真相心理的なシンボルを読み取ることができるとか、もともとは女の子がふらふら歩いていたら悪い狼に食べられますよという教訓話であったとか様々な解釈がされている。精神分析学者のエイリヒ・フロムやブルーノベッテルハイムらは赤ずきんをはじめとしたメルヘンを読んで精神分析的解釈をし民間伝承や 民族学に関して様々な考察をしたが、これらは間違ったものが多かった。なぜなら今日知られている赤ずきんの話の内容の多くはペローが創作したものであって歴史が浅いので、それを読んでも民族学的知識が得られるはずがなかったのである。例えば、赤ずきんに出てくる頭巾の赤さをフロムは、月経の地、ベッテルハイムは荒々しい性的衝動と解釈したが、 ズ巾キンを赤くしたのはペローのアイデアであった。メルヘン学者のロバート・ダーントンは彼らを批判し、精神分析学者のフロム氏は存在しない象徴を超人的な敏感さで嗅ぎ取って、架空の精神世界へ我々を導こうとしたと述べた。ありがとうございます。